皆さんこんにちは。シチリア州公認ガイドの原静子です。今日はカルタジローネの大階段の途中にある素敵なブティックカフェをご紹介します。大階段を降りてくると右側にあるのがイルディートエラルーナ。こちら B&B なんですけれども、バールとちょっとおしゃれなブティックも併設しています。家族経営のとってもアットホームな雰囲気のところです。はい、それではこんにちは。おっと、チャオもうとにかく暑いので、さっぱりしたものを食べたいということで、サラダを頼みました。まだ暑い。グラッチェ。わあ、これですね。サラダにグラニーテが乗ってるっていう、こう、まあ、夏のサラダです。この暑い中にね、これが嬉しいですよ。はい、それではですね、いただいてみたいと思います。あ、もうすでに溶けてきちゃってる感じなんですけど、これはレモンの代わりに、レモンのグラニータで、酸味とそれから甘みが入っているので、ね、清涼感のあるサラダになっているんです。ではいただいてみたいと思います。オレンジ美味しい。そしてね、ここにはこれ桃ですよ。なんか夏の幸がいっぱいって感じですね。他の方のね、パスタを作ってるのを見ましたら、なんかすごい美味しそうっていうことで、私もね、頼んじゃいました。ここね、すぐ目の前で作ってくれるんですよ。で、ほら、ハーブなんかもこうやってね、新鮮なのが置いてあるので、それをささっと取って作ってくださるんです。楽しみですね。ちょっと見に行ってみちゃおうかな。私のためだけに作ってくれているパスタ、なんか贅沢ですね。あ、できたみたいです。ほら、美味しそう。これすごい量がたくさんあるんだけど、食べれるかなとか言って、美味しいからね、全部食べちゃうんですよ。うわー、見てください、これ。バジルを入れてくれてます。はい、来ました。わー、どうですか皆さん、美味しそうですね。で、ここね、シチリアなので、普通はパルメザンチーズだと思うんですけど、questo ricotta vero? ricotta、はい、これはね、リコッタサラータって言いまして、塩リコッタチーズです。このパルメザーノじゃなくて、リコッタをかけるところがシチリア風になります。ほら、なんかエトナさんに雪が降ったみたいな感じですね。これがね、トマトの酸味に、チーズのこのクリーミーな感じっていうのが非常にマッチします。クリーミーなんですよ、クリーミー。では、いただいてみたいと思います。トマトの、なんだろうな、甘みと旨みがあって、適度な酸味と甘みがあるんですよね。じゃあ、ちょっとクリームチーズとリコッタのクリーミーなチーズと一緒にいただいてみます。ちょ、これ、結構太いんで難しいですね。よいしょ。ちょっとここはなんちゃってでスプーン使っちゃいます。美味しいです。なんか初め見た時はちょっととっても多そうだと思ったんですけど、こんなに美味しいから多分完食間違いないかな。じゃあ、いただきます。今ですね、ここのね、スペシャルをお願いしたんですよ。これです、こちらですね。これね、アーモンドのグラニーテなんですけれども、アーモンドのグラニーテにコーヒーがかかってると
というもので、このちょっとね甘みのあるところにコーヒーが非常にマッチします。そしてねジュゼッペさん、これを手作りの、グラニーティなんですけれども、2種類のアーモンドを使っているそうなんですね。あ、もう一つね今こちらが加わりました。では早速いただいてみたいと思います。いただきます。皆さん、アーモンドのグラニーテですけど、アーモンドの風味ってご存知ですか？日本では杏仁豆腐の香りかなっていう感じです。Questo è amaretto forse? これもね、アマレットっていうクッキーなんです。で、アマレットっていうクッキーは、やっぱり、アーモンドが入ってるんですよ。Quindi c'è gusto di mandorle。そう、間違いなかった。一応今間違えてるといけない。だから、ここにもアーモンド風味が入っていて、そしてここにアーモンドのグラニーテなんですね。うん。じゃ早速これと一緒にいただいてみようかな。絶妙なバランスですね。で、私はここでアーモンドのグラニーテにコーヒーをかけるっていうのをいただいてからもうすっごいファンになっちゃって、もういつも私の定番はアーモンドのグラニーテにコーヒーをかけるになりました。ジュゼッペさん、とってもお料理がお上手で、小さなキッチンで結構本格的なものを作ってくださるんですね。その他にお菓子とかもすごい上手なんです。こちらも以前いただいた焼きたてのお菓子なんですが、リコッタチーズクリームのケーキで、オーブンから出してすぐにママレードと蜂蜜をかけていただくものなんですね。もう熱々で本当に美味しかったです。隣がブティックになってるんですけど、これまたセンスがよくって、ちょっと可愛い小物とかアクセサリーとかがあって、ついつい手が出てしまう感じなんですね。でも一番素敵なのはこのご家族3人です。ジュゼッペさん、ドナテッラさん、そしてお嬢さんのロベルタさんです。3人とも笑顔がとっても爽やかで素敵です。いかがでしたか？こちらのカフェレストラン、お食事も美味しいし、おしゃれな感じですし、そして何よりもなんか行くとちょっとホッとするなーって感じなんですよね。だからついつい行ってしまいます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。